な席について今日は抜き打ちテストをしたいと思います。日頃ちゃんと勉強していれば答えられるはずだからね。では問題です。来月始まる伊藤美久ライブツアーのタイトルは？伊藤美久ライブツアー2023エブリデイイズアギフト。正解。まさか答えられるとは。では次の問題。はい。5月6日が神戸国際会館、5月13日が名古屋市公会堂、5月21日が東京国際フォーラムホール A です。会場に関する問題を出すつもりが先読みされていたとは。あなたは天才です。ミクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシス三田友恵です。こんばんは、ピクシスの伊藤美久です。二人っきりです。はい、火曜日はこちらのコーナーをお届け。煽って200社間ね。悩めるテクミンの皆さんに私アンミクがポジティブな言葉をかけて正しい道に導いて差し上げるコーナーです。私に聞いてほしい悩み事を自由に送ってきてください。はい、アンミクさん、痩せたいです。痩せたい、せやな。痩せたいって思うことがそもそも素晴らしいことやねんで。だってずっと目つぶってたけど体重計乗ったら2キロ増えてたもん。ちゃん思ってたの、体重いな。しかも3月がさ、バースデー月間だったからさ、いろんなとこでさ、ケーキもらったりとか、ご飯もさ、たくさん食べちゃったわけ。ずっと言ってたもんね。そう。そしたらさ、3月明けてさ、体重計乗ったら、マジでちゃんとプラス2だったの。そやな。だから、痩せたいの。運動やで。パーソナルジムはどうなったん？先生、まだ LINE あるかな。あれ、解約はしてないんだ。行くたびに払う。あ、行くたびに払うシステムなのね。システムだから。もう、先生、私最速も来なくなっちゃう。最速も来なくなっちゃったんや。そうなの。そうなんか。なんなら、ちょっと多めに払った分の分、通ってない。あ、それはいかんといかんね。ボランティアしてる今。せやね。ちゃんと、運動が一番やっぱり筋肉もついて痩せやすくなるんやで。漢方飲む。なんで言うこと聞かんの。アンミクの言うこと聞いて。運動やでって言ってるでしょ。漢方飲む。漢方に頼っちゃあかん。薬漢方は一番あかん。薬漢方が一番好きです。薬漢方じゃない、運動せ。やっぱりせやねんで。でも結構本当にショックだったの。健康になりたいな、せやねんで。だから今日パワーサラダ食べたの。夜もマジでサラダしか食べないからよろしく。まあそんなこと言われても知らんけど。宣言したから今。じゃ守ってな。守ります。倉月さんからです。まえさん、アンミクさん、こんばんは。こんばんは。最近メンズメイクというものを始めてみたのですが、なかなか一発で左右対称になりません。どうすればいいのでしょうか。実際メイクする男子は女性から見ていかがですか。めちゃくちゃええやん。あら、高評価。だってもう美しくなりたいって思っているわけやろ。そうね。その心がもう美しいやん。美意識だよね、これはね。左右対称っていうのは大変難しい。まあそうね。アンミクもわからない。アンミクさんだって LINE とか引いてます？アンミクはアイラインは引かない。アンミクは、アンミクを作るには、アンミクの出来を作る。アンミクを作るには、まず教えて教えて、今日。本日化粧水を塗るやろ、うん、いっぱい保湿する。大事。してその後にまた美容成分の入った乳液な。ああ、はいはい。乳液ある。その後にもうファンデーションいくで。あ、もう下地飛ばす。下地飛ばして、もうあれ下地いらない。下地一旦飛ばしてファンデーションいくで。一番大事よ、下地が。クッションファンデ、これでいい。まあ確かに入ってるからね。クッションファンデでもうこれでペタ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 する。確かに。で、あとコンシーラーね。コンシーラー大事。ここら辺クマとか、ここ赤みとか消すね。で、まあ肌は終わり。で、その後終わりました。はい、終わりました。まだ終わるでしょ。その後アイシャドウ塗るね。そうね、キラキラのやつで。キラキラすりゃいいから、キラキラのラメの色がついてないキラキラのままだけの塗るね。あ、それだけ塗ってるんだ。せやで、色があんまりつかないようになってんねん。なるほどね。そうそう、だからとりあえずキラキラしてるだけで化粧してるように見えんのよ。確かに。魔法。本当にキラキラ。あれ、なんか化粧してないすっぴんかなって思うけど、あ、目キラキラしてるはしてるなって。判断材料にはなるね。判断材料になる。この人すっぴんかな、あ、キラキラ、あ、キラキラしてるって、メイクしてるわって。チークはないね。確かにアンミクさん塗らないね。チークは塗らないのよね。
なんか忘れちゃうんね。忘れちゃうだけなんだ。忘れちゃうんよな。萌さんはなんてもうチークなんていくら塗ってもいいから、うん、チークはね、うん、なんかね忘れちゃうねんな。アンミクはマスカラは、マスカラも捨てへんねんな。とりあえずキラキラ乗せて終わり。キラキラ乗せて、あ、眉毛は眉毛すっごいね、あのどんなに色を抜いてもアンミクの眉毛は黒になんねんな。どんなにね、どんなに染め、ね、どんなに染めても、うんうん、どんなに染めても黒が生えてくんねんな。アンミクの眉毛は、そうそう、ずっと黒な。だからもうマスカラやね、眉マスカラだ。これだけでもうだいぶ存在感出ちゃう。で、あとリップ塗って、リップ塗って終わりやね。メンズメイクに近いね。工程。アンミクさん、メンズメイク、メンズはさ、あんまりマスカラとかもやんないしさ、色ものせないじゃん、あんまり。シャドウ。キラキラ？あん、確かに。ほぼメンズメイクよ、これは、失敗をしない方法なんよ。その、アイラインが一番失敗すんねんな。まあまあ、化粧の左右対称が難しいっていうのは、基本アイラインのことだと思う。アイラインとマスカラ、うん。これが大変難しい。だから失敗してもう今日は無理だってなる、だって落とすことになるよりはもうアイラインを引かない、これでもう健康でいられる。なるほどね、健康、心も健康になるんだ。そもそも引いてないから間違えることはない。失敗これで恥ずかしくないよってことか。じゃあもう引かなきゃいいんだ。アイラインは引かなくていいの。引かなくていいんだ。キラキラだけは忘れないようにするといいからね。メンズメイクないよ、完全に。キラキラ忘れたらあかんで。キラキラ乗せてあげて。では続いてピクミンネーム、あ、終わりです。終わり。メイク講座、メイク講座ね。ちょうどアンミクのメイクで終わりました。メイク講座大事やったね。はい、これができるのは、素材がいいやつだけです。いや、そんなことありません。みんな素材がいいんです。また、こうやって。ええんやで。アンミクさんがまた、分かってない。分かってない。アンミクさん。アンミクは何でも分かってんねんで。そうだ、全知全能だった。全知全能のアンミクやねんね。それで外出られることにアンミクさんは感謝してください。みんな美しいんやで。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、アンミクさんに聞いてほしい悩み事を募集します。あおって200色あんねんのコーナーでした。ピクシスの夜空の下でミーティング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixisunderbarrf@joqr.net pixisunderbarrf@joqr.net。 ピクシスの綴りは pyxis です。でミクさん、そもそも化粧品ってどんぐらい持ってるの？持ってはいるよ。持ってはいる。家にはある。あ、持ち歩いていないだけで。でも今日一応マスカラもできたんだよね。いやでも私持ち歩いてるポーチがこう可愛いでしょ、見て。これわかる？みんな知ってる？このアトラクション。ディズニーシーのアトラクション。アクアトピア。え、ディズニーシーで一番有名なアトラクション、アクアトピアを知らない？まあ、知ってるけど、ポーチはいらんな。そのなんか巾着だよ。ポーチ買うほどの、その熱量はアクアトピアいないわ。え、ただただ運ばれるっていうアトラクション。なんか水の上を運ばれるっていうやつ。なんか回されんのよ、めちゃめちゃ。そう。だから酔うから、あんま得意じゃないんだけど、ポーチあるんだ、あれの。そう、いろんな、そう、船みたいなのがあって。てか、アトラクションにグッズあったんだ。アクアトピアグッズ。知らんかったんだけど、アクアトピアってグッズあったん？アクアトピア。めっちゃおもろいやん。そう、なんかよくわかんない。だって、ミッキーとかミニーみたいなのに、一人もいないよ。はい。このポーチでもこれが面白い、このアクアトピア面白いんで、ぜひ皆さん乗ってください。そうね、アトラクション面白いけど、はい、ちゃんと持っては来たんだね。持っては来てました。はい、はい、今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌衣とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。